おはようございます。10月22日日曜日、全国の天気をお伝えします。西日本、東日本は広くお出かけ日和となりそうです。今日の西日本、東日本、高気圧に覆われて日差しが届くところが多くなります。日本海側、朝のうち雲が多いところがあっても、だんだんと天気は回復傾向。朝は冷え込んでも、昼間は過ごしやすい体感となりそうです。体感の変化にお気をつけください。そして東北地方は日差しが届いてもにわか雨が心配です。外出の際に雨が降っていなくても雨具をお持ちください。北海道は昼の間一度雨が止んでも、夜にかけてまた再び雨が降りやすい天気となります。外出の際は雨具を忘れずにお持ちください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。